意見があればいつでも来い。なんだよ、なんだよ。を聞かせて。すごいわ。Thank you.
礼を言わねばならん。ありがとう。また訓練に付き合ってもらっちゃって。気にかけてくれてありがとう。計画はなんとかできたんだけど、僕自身の体力が耐えられるのか不安なんだ。アルミン、お前は他人に物を教えるのは得意なんだから、もっと効率的な訓練内容を考えてたな。それをこいつに教えるつもりでやってみたらどうだ。で、同じ内容を自分もこなせばおのずと成果は出るだろう。教えるつもりでか。うん、やってみるよ。ありがとう、ジャン。効率を考えると今くらいの訓練がベストかな。ジャンの助言と君の協力のおかげで
なんだかつかめてきたよ。聞きましたよ。次の演習計画はアルミンが考えたんですよね。お偉いさんにまで頼られるなんてすげえよな。で、どんな演習になるんだ。こっそり教えてくれよ。構わないよ。僕が考えた演習は実戦を想定した模擬戦闘なんだけど。木で作った的を巨人に見立てての演習ですか。あれ狩りみたいでちょっと楽しいですよね。あ、でも今回はより実戦に近づけるために段階的に前線を移動させて。なんだかんだ言っても討伐数が多いやつが勝ちなんだろう。優勝者は何かもらえんのか。あ、いや、演習だから勝ち負けとかないんだけどな。あの二人、勝手に盛り上がっていっちゃった。僕の説明、少しは伝わったのかな。ちょっと不安になってきた。僕の計画も少し見直した方がいいかもしれないな。一人で悩んでたらこんな前向きに考えられなかったと思う。君が一緒にいてくれて本当に良かったよ。あ、そういえばもうすぐ壁外任務もあるんだったよね。演習のことで任務がおろそかにならないように頑張らなくちゃ。行くぞ。倒した。完璧だろ。演習計画の内容をより良くするためにはこの任務での実戦経験が役立つはずだ。君の戦い方もじっくり見ておきたいな。参考にさせてほしいんだ。君が協力してくれれば演習計画の作成もうまくいくと思う。君は強いから。救援要請だ。ここが拠点だ。拠点を立てな。アルミ、任せていいな。わかった。手強い。当然じゃ、相手する。完璧だろ。倒せた。当然じゃ。例の作戦を始めよう。俺らも消してやろう。落ちたらいいな。作戦に取り掛かるとしよう。狙い通り。狙い通り。完璧だろ。行くぞ。悪いな。助かる。間に合ってよかったです。当然だ。
よくやった。ありがとう。すごく参考になったよ。やっぱり訓練と実践はかなり違った。帰ったら演習計画を修正してみるよ。お疲れ様。この前の任務ではすごく活躍してたね。君の頑張りを見てたら僕も負けられないなって気になってきたよ。今ね、演習計画の改善点を洗い出してハンジさんと一緒に検討しているところなんだ。まだ演習を成功させる自信はないんだけど、でもなんとか乗り越えられるように全力を尽くすよ。
彼らには帰る家があって、待っている家族がいる。あなたは帰ったりしないの？そうだった。確か鎧の巨人に。私の両親は強盗に殺された。その時エレンが現れて私を救ってくれた。家族を亡くした私にエレンがこのマフラーを巻いてくれて、それからシガンシナクのエレンの家に引き取られた。エレンの両親は私を本当の家族のように迎えてくれた。一度死んだ私はエレンの家で生き返ることができた。その家族も5年前のあの日にエレン以外は失った。もうあんな思いはしたくない。この世界は残酷だ。勝者しか生きることは許されない。だから私は戦う。戦ってエレンを守る。もう家族を失いたくないから。ごめんなさい、今日はつまらない話になってしまった。よかったらまた話を聞いてほしい。次はもっとつまらなくない話を考えておくから。新しい刀身の開発、新兵器の有用性の検証、いい感じで研究を進められているね。それもこれも君のおかげさ、ありがとう。さてそろそろ巨人の捕獲に移りたいんだけど。私もだよ。ただ君も知っているとは思うけど、
やっぱり捕獲作戦となると伴う危険も大きくなる。おいクソメガネ、てめえ何考えてやがる。いやーリヴァイ、一体どうしたのさ。何って、そりゃ私はいつも巨人のことを考えているけど。そうじゃねえ、いつぞやてめえに言ったような気がするが、てめえの好奇心で部下を危険にさらすな。いやだなリヴァイ、私だってちゃんと配慮はしてるさ。この子を無理やり危険な任務に行かせるような真似はしてない。ハンジのやつに付き合っていれば命がいくつあっても足りねえ。てめえも巨人に食われてえってなら俺は止めねえがな。まったくひどいなアリバイ、私を何だと思ってるんだか。あ、でもリヴァイの言ってることも確かなんだ。私たちの研究はこれからどんどん難しく危険になっていく。そろそろ本格的に成果を上げていかないといけないからね。それでも私たちについてきてくれるのかい？そっか、君は本当によくできた助手だよ。でも本当に無理はしないでほしい。部下もつけるし対策も講じるけど、研究のためとはいえ君を失うのは本意じゃないからね。でもやっぱりやるからにはちゃんと成果を持って帰ってきてほしいな、なんてね。揃っているよ。また来てくれよ。
私たちも忙しいのよ。ピクシス司令がいらっしゃるぞ。せっかくだから挨拶しておくか。ピクシス司令、お疲れ様です。今日も上等な酒を引っ掛けながらお散歩ですか。ハンネス、人聞きの悪いことを言うでない。外に持ち歩くのは安酒じゃ。そういえばトロスト区奪還作戦では思い切った決断をしたもんですな。何、勝てる可能性があったからこそかけただけじゃ。わしは負けるのが大嫌いじゃからの。いや、わしよりもあの作戦を立案した者こそ称えられるべきじゃろう。さて、任務があるので俺はこれで。お主はまだ時間があるか。ちと付き合ってもらいたいことがあるんじゃがの。チェスの相手を探しておってな。お主、やり方は知っておるか。そうか、ならばわしを相手に腕を磨くといい。チェスで頭を鍛えておけば戦術を考える上でもきっと役に立つはずじゃぞ。まあ基本的なところは理解できたようじゃな。次は真剣勝負じゃ。覚悟しておくがよい。いいものが揃っているよ。また来てくれよ。何を作りたいんだ。また来てくれよな。いらっしゃい。また来てちょうだい。負けない。すまんの。
が一番。何が欲しいのだ？また来るがいい。いらっしゃい。また来てちょうだい。平和に暮らしてな。やるわよ。またいらっしゃい。何が欲しいのだ。また来るがいい。こんな、何か食い物は。おいおい、また来てくれよな。狩りに来たのに、こうもお肉が手に入らないなんて。これじゃ元気も出ません。やっぱり例の件が解決しないとすっきりしないんでしょうか。次はどうすればいいと思います？なるほど、やっぱり地道にやるしかないですかね。あれ、ここはどこでしょうか。今私たちが森のどの辺にいるかわかりますか。迷ってしまったようですね。まずいですよ、これは。それはダメです。森舐めたら死にますよ、あなた。もし森の奥に入り込んどったら、凶暴な獣がいてもおかしくないんやから、ここは注意して進まんと。あっちの方向に日が沈んでるっちゅうことは、方角がこうやから。よし、
前ら、帰りが遅いから心配したぞ。大丈夫だったのか？もちろんやって。けど、私が無理で迷うなんて、おばんげねえことをしてもうた。ちゃんとせんといかんね。あ、森で迷ってしまったんですが、なんとか抜け出せました。心配をかけてすみません。おい、また人の目を気にして敬語に戻る気か？くだらねえな。自分の言葉で話せって。サシャの故郷の言葉、初めて聞いたけど素敵だと思うよ。ありのままのサシャの言葉なら、私はどっちも好きだから。ちょっと驚いたけど、さっきの喋り方もいいんじゃねえか。同期にまで無理して敬語で話すこともないだろう。これからは徐々に慣れるようにしてみま…してみる。になったな。あの考えは？へえ。ありがとよ。
とも任務お疲れ様。巨人との戦闘もあったけど無事に帰ってこられてよかった。あれ、どうしたの、エレン。何か嫌なことでもあった？それともどこか怪我とか？いや、ちょっとな。俺だって兵団の一員なのに、任務の度に何もできなくてさ、兵長たちに守られてばっかりで、巨人化も制限されてる。俺だって巨人と戦いてえのに。贅沢な悩みだな。てめえ一人を守るために毎回何人の兵士が死んでると思ってるんだ。仕方ねえだろ、俺だって戦いてんだよ。自分が今何をすべきか、この死に急ぎ野郎は今一度考えるべきだと思うがな。分かってんだよ、俺だって。エレン、きっとジャンもジャンなりにエレンを心配してるからこそああ言ったんだと思うの。ジャンだってエレンが精一杯やってるのは分かってるよ。私ちょっとジャンと話してみるね。なあ、俺はどうしたらいいと思う？そうだよな、とにかくやってみるしかねえ。ハンジさんたちにも協力を頼んでみるよ。結果を出さなくちゃいけねえ。死んでいった人の命が無駄になっちまう。このお父さんの容体が悪化したって本当ですか？ああ、今日の夕方頃急にね。このままじゃあと数日も持たないだろう。ここ最近は良くなってきていたのに、何か助ける方法は？彼の病への特効薬がないわけじゃないけど無理なんだ。前にも言ったかもしれないが、現状ではどうしようもない。特効薬の材料は壁外でしか取れない貴重な薬草だ。悔しいけど諦めるしかないんだよ。そんな、じゃあ壁外でしか取れない薬草なんて。でもそれさえ用意すればあの子のお父さんは助かるってこと？私探してくる。それしかないよ。でもどうやって外に出たら？え、次の壁外任務の時に薬草を探す？いくらなんでもそれは危険だよ。そんな相談したってどうにもならないよ。私、任務に行く前に長官に相談してみる。一緒に来てくれるの？あ
ありがとう。心強いよ。意地でも上官を説得して絶対に薬草を持ち帰ろう。薬草を手に入れてあの子のお父さんを助けよう。でも無理だけはしないでね。私たちもちゃんと無事に帰らなきゃ。あの色は助けに行かなきゃ。よく動けてる。完璧だろ。相手する。まずいよ、援護してくれ。あんなの余裕だ。今の巨人、
ここが拠点さ。いらないんですよ。完璧だろ。相手この巨人、危険な感じがピンピンしません。無様、あんなのどういうことだ。何頼んだ。了解。僕も君を見習わないと。一緒に来てくれて本当にありがとう。あなたのおかげでうまくいったよ。これできっとなんとかなるはず。早く帰還しよう。それであの子のお父さんも治るかもしれないって。よかった。これであの子を安心させてあげられる。あの時あなたが一緒に長官を説得してくれなかったら、きっとこううまくはいかなかったよ。任務中にもたくさん助けてもらっちゃったし、本当にありがとう。
んだよ。それでコニーは今度は得意な立体機動術をさらに伸ばそうとしているということ？ま、俺たちを頼るのは妥当なところだな。俺は立体機動が得意だし、ミカサは何でもできるからな。そこまで言われたら協力しないわけにはいかねえな。よろしくな、ジャン、ミカサ。まあ俺は天才だから立体機動術もほぼ完璧なんだけどな。おいおい、いい加減にしろよ、コニー。それが人に教えを請う態度か？なんだと？そうだった。あの子をがっかりさせないためにもこんなところで突っかかってる場合じゃないよな。すまん、ジャン、ミカサ。悪いけど、頼む。構わない。早く始めよう。仕方ねえな。じゃあ俺から行くぜ。俺が立体起動の時気をつけているのは。見たか今の。前よりずっと早く動けるようになってるよな。ちゃんとミカさん、それにお前のおかげだ。ありがとうよ。自主訓練とは関心だな、新兵。実は手が足りない任務があってな。力を貸してくれないか？よし、実力を試すいい機会だ。一緒にやってやろうぜ。心が安らぐ。活躍するぜ。どっち？お前との特訓の成果を発揮するいい機会だ。よし、かかってこい、巨人ども。打楽は苦手だったけど、特訓できっと頭の回転も速くなってるぜ。見ててくれ。完璧だろ、逃げてやろう。手を貸して、お願い。狙い通り。あんな任せていいな。わかった。もうダメかと思った。コニー、ありがとう。ほんと危なっかしいな、お前。な、間に合ってよかったよ。あれは救援要請か。やるな、お前。
あんなの余裕さ。悪い、手を貸してくれ。頼んだ。任されました。行ってやろう。クリスタル。やーやー。大丈夫ですか？やるなお前。倒さない。ほらよ。あんなのさすがだな。いい感じじゃねえか。無駄な。相手する。落ちた。完璧だね。あんなの余裕さ。当然だ。言ってやろう。コニー、任せていいな。任せとけ。狙い通り。
やった！全部討伐したぞ！俺の実力、目に見えて上がってるよな！お前にも世話になった！ほんと頼りになるやつだよ！こんだけ実力を伸ばせれば、あの子の期待も裏切らずに済むはずだよな！任務はやり遂げたぞ。さすがは俺たちって感じだな。やっぱり俺天才だぜ。ミカサやジャンに習ったことしっかり活かせてたからな。これだけ実力をつけりゃあの子に嘘をついたことにはならねえはずだ。お前に特訓に付き合ってもらって正解だったぜ。